いどうもこんにちは、松田修造の彼知ってますなんですけどね、もう夏も盆も過ぎてもう終わりに近づいてますけどね、遅いかもしれませんがね、お化け屋敷っていうのが今流行っているということですね。まあリアルというか、まあバーチャル世界が多いですから、リアルで、そして懐かしかったり新鮮であったり、プロの方がやったりということで、最近非常に流行っているというそうなんですね。アメリカ村にもあります、まあ、大阪ですよ、関西ですよ、これはアメリカ村にあったり、深層回転という深層が死とかでね、あったりですね、それが通天閣新世界とかね、通天閣大丸神戸店にもあったりしまして、柳瀬商店街、これ岐阜ですね、それから、まあ、これあ栃木県、まあ、関東も書いてますね、空き店舗を利用してこう商店街をこうお化け屋敷にしたり、それから、歴史民俗資料館、この歴史お化け屋敷というのを広島の方でしたりしてるね、らしいんです。これはまあ、その、犯罪心理学、見通しが悪いとか、逃げ道がないとか、誰か来てそうとか、不安な部分をこう心理学的にして、その、お化け屋敷を作ったりしているそうですね。なるほど、最近お化け屋敷、私も長い間行ってませんけどね、流行っているみたいですね。またお化け屋敷のなんかこう、書いときます、どこでやって、また来年も参考してもらったりしますけど、ね、松尾修造の彼知ってます。もう季節外れかもしれんけど、お化け屋敷の紹介でした。おほほこのおほほいうの流行らそうかな、お手の僕がねおほほ